さあ今回のカープライム雨の日のワンポイントレッスンまずね僕らがいつも注意しているのは雨の日っていうのはもうそのどこのコーナーもそうなんだけどコーナーの入り口もそう常に水の量って一定じゃないんだよねその1ミリのところもあれば3ミリのところもあるもうまっ平らじゃないんだよコースってだからその1ミリか3ミリかっていうところをこう使い分けるの我々は。 だからもうとにかく水の少ないところ少ないところでブレーキングする水の多いところって,黒く光ってんのねだから川もそうなんだけどコース上に何本かこう川が流れるのどこのサーキットでも黒いところは水深が深いそこではもうブレーキングしないそこは通り過ぎて手前でブレーキングしてそこを抜いて川で抜いて川を渡ってからまたフルブレーキングっていうあとはラインをアウト・イン・アウトは取らない。ももううさっきも言っき言たように ブレーキングはその水のないところ少ないところを狙ってフルブレーキングに入る打楽を入れる時打楽を入れる時はできるだけ水深の浅いところをめがけてフロントタイヤをそこに乗せるっていうもう水のとにかく薄いところもう1ミリとか3ミリとか本当にこう路面ってこういううねりがあってそこで水深が変わってくるだからアウトインアウトは通用しないもうとにかく アウトアウトアウトでもいいんだけどそのアウトアウトアウトが水が少ないあるいはハーフウェットのぐらいの路面をもう常に我々はこう見ててちょっとでも乾いてるところにフロントタイヤを乗せるっていうそこでこうきっかけを作るんだよね曲がるための。あとはトラクションもそうだよね。トラクションも立ち上がりに対して路面の水の少ないところに行ってからドンッとこうアクセル入れるっていうそれまではもうほんと腫れ物に触るようなアクセルワークで。 そこまで行って、水の少ないところでドカーンってこう。アクセルを入れるっていう。だから、割と雨の日ってあのプロのレースを見てるとね。アウトインアウトなんか使ってるやついないでしょ。だから、それはもうアウトインアウトを使うと、そのアウトインアウトが常に皆さんが走ってるところね。毎日そこを走るわけだから、そこの路面ってこういう石じゃないの？丸くなってこう。丸くなってるのね。こう角がだから。 やっぱりそのタイヤが引っかかるところを探すっていうと普段皆さんが走ってないところにタイヤを乗せていくだからアウト・イン・アウトは我々は雨の日使わないでももう石がこうとんがったまま削れてない路面を探してちょっとでもこうグリップするところを探してラインを作っていくそれがね雨の日には重要です。ということで皆さんも心がけてみてください。